今年もそんな季節がやってきた。皆さんは誰かを驚かすのが好きですか？驚かせられて背筋が凍って、秋なのに悪寒を感じて、恐怖のどん底。いや、その底に落ちそうになったりしませんか？怖くて暗い世界へあなたを引きずり込もうとしませんか？スプーキーで嫌な思いをこのファンハウスな感じにあなたはどこまで耐えれるというのでしょうか？あなたはさぞ怖い思いをして夜中にポップコーンをむしゃむしゃ食べ過ぎた太っちょなリスさんのように寝転んでいませんか？そんな荒まな隙にお化けたちがあなたの命なんかを奪おうと大勢が襲ってくるなんていう映画のワンシーンをあなたはマジなリアルで体感する羽目になったり、怖い思いであなたを切り出せに来ちゃいます。どうか怖いだろう、お化けは怖いだろう。お化けは死んでもなお人間を怖がらせるために今日もあなたを襲って命にかぶりつくんです。そう、生きたければ勇気と知恵を振り絞ってお化けたちの楽園から抜け出してみましょう。お化けパニックではっちゃかめっちゃかな体験を思う存分に楽しみたいあなたにはとっても似合ってるし、すんごい気合いの入っているハロウィンシーズン。あなたはファミリーとフレンドを存分に驚かせますか？ならあなたは後悔しないいたずらでファミリーの絆をぶち壊してしまいましょう。そう、あなたは将来有望だと父親から教わってきましたが、あなた自身の自信と自信を持って大地を走り回る犬のようにファイト。お化けたちをコテンパンに暮らしさせましょう。皆さんも今シーズンはお化けたちと無限に戯れ、お化けのいる世界でお化けの中のお化けになりましょう。では、そろそろ私もディナーなので失礼だブレイク。ふふ、やっとこの季節がやってきたんだ。ハロウィンなんだ。ハロウィンといえばみんなを驚かしてお菓子をたくさんともらうんだ。そして美味しいおバカじゃなくてお菓子を食べてハッピーな気分になるんだ。そうなんだ。 SNS なんかでみんながハロウィンなんかをどうやって過ごしているのか偵察でもしてみるんだ。新型ウイルスでそれどころじゃないっしょ。沼なんだよな。ハロウィンと書いて変態仮装行列って呼ぶんでしょ。バカ、外に出るな。出るから余計広がるんだ。何これなんだー。どういうことなんだ。今年はそんな気分なんかじゃないって言うんだ。おかしい。みんながハロウィンに対して拒否反応を起こしているのかもしれないんなんだ。大変なんだ。私にできることでみんなにハロウィンをしてもらわな大変なことになるんだー。どうしてなんだ。去年はめっちゃパリピだったくせに今年はやはり新型ウイルスによってできないっていうのかなんだ。そうか、ワクチンを打って翌日にしんどくなっている人もいるそうなんだ。それじゃあ今年はハロウィンはお預けなんだ。嫌なんだ。季節の風物詩、そんなくだらない病気なんかに張り倒されるイベントなんかじゃないんだ。私がハロウィンを貢献してみんなにもっとハロウィンの素晴らしさを教え込んであげるんだー。でも、私一人でできることでもあるまいしなんだ。そうなんだ。あの子たちに頼んでみるのもいいかもしれない、ストレンジポイントなんだ。今年もやってきたわね、この季節が。その名も変態仮装。ハロウィンの時期だね。ワクワクで楽しみでウハウハがなんだか止まらない感じ。ああ、なんだかこういうイベントはすごいテンションが上がるわー。ごほごほ。お姉さんは元気で羨ましい限りです。今日はハロウィンですけど、私としては一日安静にしておかないとなりません。あら、フラン。どうしたのよ、ごほごほしちゃって。もしかしてごっこごっこしちゃって。しんどすぎて突っ込む気にもなりませんよ。昨日、ワクチンを打ちました。新型ウイルスの発端となったのが私たちに近い生物さんが原因ですけど、さすがの吸血鬼もかなわないほどのウイルスだと思い知りました。安心してごらんよ。テクノパークアルファ社で発売されている無敵のウイルスシールドっていうスプレーのおかげで、そんな新型ウイルスにかからないようにちゃんとしてあるからね。まるまる墓でおしかないって言いますもの。こんなことは言いたくありませんが、まさにお姉さんですね。そんなことより、とりあえず病気のことは置いといて、フランをハロウィンを楽しみましょう。一年に一度のイベントなんだし。すみません、私は寝させていただきます。それと、お姉さんに用事があるお客様がいますので。お客、誰も誘ってなんかいないわよ。ナズリン、あなた、この私に何の用があるというの？まあまあ、そう固く言うことないんだ。今日はハロウィンなんだ。だけど新型ウイルスのこともあるから、やっぱりそれどころじゃないってのが大きいんだ。これをどうしたらいいと思うんだ。そうね。下手に都市部なんかに顔を出すなんてダメなことだし、こうやって自粛を懸念しないとならないものね。
でも季節の風物詩だし、ハロウィンをしたい人だっていっぱいいると思うからね。でも SNS にはやめておけとか今年はやらないでとか色々と書かれているんだ。こんなんじゃ今年は誰もハロウィンを楽しむことなんてできないんだ。本来そういうのがないのならいっぱい集まって楽しめるけど、新型ウイルスが出ている以上、むやみに人混みに近づいたり、マスクもしないで外を出歩くなんてダメだからね。ま、自宅でもハロウィンはできるっしょ。リモートハロウィンっていう今どきかんな感じのハロウィンもいいじゃない。ハロウィンは何でもできていいんやで。そんなのちっともハロウィンなんかじゃないなんだ。何がリモートハロウィンなんだ。ハロウィンは外でやるもんだ。自宅でやったらって、それこそ孤独死してしまう可能性もあるんだ。何をしたらハロウィンで死ぬことがあるのよ。とまあ、今のご時世は仕方がないことばかりよ。おとなしく部屋でゆっくり泊まったり過ごすのが一番。確かにハロウィンは毎年やってるから恒例ってのもあるけど、今は新型ウイルスのこともあるし、これからは寒くなってくるから風邪をひきやすいかもしれないから、そこを注意すればいいじゃない。何もハロウィンは毎年やってくるんだから。ハロウィンを適当にやっているわけじゃないんだ。そんなんじゃなんとなくも分かっても、納得なんてできないんだ。どうしたら、今の世の中でも注意ができてハロウィンができるんだ。あら、まだ納得できていない感じなのね。まあまあ、そんなことで拗ねていても意味なんてないわよ。来年こそきっとできると思うからさ。来年を待とう。やっぱり、今年のハロウィンは諦めるしかないのかななんだ。でも私はハロウィンをしたかったんだ。今年は寂しくハロウィンをしないで過ごすのも悲しいんだ。気持ちは十分にわかるわ。でも毎年、当たり前のことをやっているといつかはこんな日も来るということを思い知ることになったわよね。ハロウィンもクリスマスもない一年を見て、なんだか物足りなさを感じられない？トリックオアトリート。お菓子をくれないといたずらしちゃうぞなんだ。このタイミングで。そういえば私はわざわざ外から来ていたんだ。今日はハロウィンだし、君の家に来たんだから、お菓子をくれるまでいたずらしまくりパラダイスなんだ。トリックオアトリート。ちょっと待ちなさいよ。いきなりだな。いきなり話をすり替えようとしてきたわね。そんなのがこの私に通じないとでも思ったか。今日はハロウィンでもやっぱり、外でやるようないつものハロウィンじゃなくてリモートハロウィンを。ねえ。ハロウィンに行こうなんだ。おいでよなんだ。ちょっと、ナズリン、どうしたのよ。いきなりなんか変な感じになっちゃったわよ。どうしたのよ。変だって、そんなことないんだ。ほら、レミリアちゃんも行こうなんだ。楽しい、ハロウィンをお忘れなんだ。それは良くないことなんだ。今すぐハロウィンを楽しもうなんだ。ちょっと、それどころじゃないんだけどさ。ハロウィンはハロウィンだけど、やっぱりいつものハロウィンはできないわよ。ナズリン、なんか様子が変よ。一体どうしたの？私の様子が変なんだ。そんなことないんだ。いつもと変わらないと思うんだけどなんだ。それは君の勘違いとかじゃないんだ。やっぱり、おかしくなった君にはハロウィンを楽しんでもらわないといけないかもなんだ。ほら、そこで何をしてるんだ。スケルトンやゴーストがあなたを出迎えてくれているんだ。そのおかしな車に乗って、ハロウィンの会場へレッツゴーするんだ。ナズリンが正気じゃない。さっきまでハロウィンをしたいとか言っていたのに。よほど今年のハロウィンがそれらしくなくなっているのがショックで、彼女の中で暴走しているのかもしれないわ。ハロウィンピークを迎えた彼女には幻覚が見え始めている。さあ、時間なんてもうないんだ。だからあの車に乗って、君もハロウィンの会場に足を運ぶんだ。レミリアちゃん、一緒に行こうなんだ。ナズリン、やめてよ。私はそんなところに行かないわ。あなたはどうしてそこまでハロウィンがしたいのさ。ハロウィンは毎年やってくる。だけどできない時だってあるさ。うるさいなんだ。ハロウィンをバカにするやつはハロウィンで皆殺しにしてやるんだ。キャハハハハハ。やったーなんだ。レミリアちゃんをつかめたんだ。これで早速ハロウィンの会場に行こうなんだ。やめてよ。話してよ。無理なんだ。話さないし、このままハロウィンの会場に行こうなんだ。ほらは役なんだ。じゃあ、ハッピーハロウィンなんだ。